皆さんこんにちは、ビーレジェンド染田です。本日は春うらら甘酒風味ですね。昨年ね、販売させていただいて大好評いただいた甘酒プロテイン、本日はこちらのレビューをやっていきたいと思います。ビーレジェンドプロテインを販売するリアルスタイルは奈良県の大和高田市というところにございます。奈良県ってね、昔から桜の名所ってね、こう言われる場所がね、非常にたくさんあったりします。奈良県から春を感じれるプロテインを出したいっていう形で、春うらら甘酒風味が誕生しました。甘酒好きな方にも、そうじゃない方にも飲んでいただいてね、春を感じていただける商品に、ね、なってくれれば嬉しいです。それではね、早速飲んでいきましょう。酒粕の匂いですね。非常に缶の甘酒とか開封した時に香るいい匂いですね。パウダーはこんな感じですね。いつも通りのようなオイルになってます。いつも通り黒スプーンが付属してまいりますんで、すり切り1杯ですね、入れていきます。シェーカーの方にね、水 200ml 張ってきましたんで、入れていきたいと思います。よいしょ。一回ちょっと逆に回して閉める。ダマもね、泡立ちもね、ほとんどございません。それではいただきます。糸、うまし。酒粕のうまみと米麹の旨味っていうのが絶妙なバランスで、非常にね、美味しいですね。非常にね、絶妙なバランスになってるんで、結構相性がいいんですかね。ものすごい上品なね、こう甘さとね、深みのあるコクを感じるんですけど、後味はなんかすごくすっきりしてるんですよね。ですんで、全然ホエイプロテインのミルク感もほとんど感じない、非常にね、バランスのいいプロテインだと思います。正直言っちゃうと、僕は甘酒ってあまり好きじゃないんですけど、今これを飲んでみると、今まで甘酒を飲んでこなかったことをちょっと後悔してるぐらい美味しいですね。こちらのね、春うらら甘酒風味に5段階で星をつけるなら、甘みは三つ星です。酸味はもうほとんど感じなかったんで0で、すっきり感は3つですね。クリーミー感星1つぐらいですかね。あまりそんなにミルク感を感じなかったんで星1つとなります。あくまでこれね、僕の個人的な評価になりますんで、参考までにいただければと思います。今結構甘酒ね、ダイエットとか流行ってて、調べたりすると、いろんなね、飲み方されてるお客様がおられます。例えばバナナと豆乳を入れて、でこの甘酒風味のプロテインを1杯入れてシェイカーにガーってかけてもらって、スムージーみたいにね、飲んでいただいても非常にね、美味しいと思います。朝これ飲むだけでね、しっかりと糖質、ビタミンであったり、タンパク質もね、取れるね、スムージーになると思います。いろいろね、アレンジして美味しいね、飲み方考えていただいて、ご利用いただければと思います。春うらら甘酒風味の栄養成分表示です。1食 30g あたり、エネルギー 113kcal、タンパク質が 21g、脂質 1.7g、炭水化物 4.8g、食塩相当量が 0.2g、 ビタミン C が 42.9mg、 ビタミン B6 が 1.2mg となります。気になる価格は1kg3200円となります。1食あたりで 30g 使いますんで、だいたい今の30食から33食分になる計算です。1食だいたいね、96円という価格になります。でこちらのね、概要欄の方に商品ページで飛ぶ URL 貼っておきますんでね、ぜひね、そちらからご購入ください。で1点注意点がございまして、春うらら甘酒風味は原料にね、酒粕を使用しております。 0.1% 未満なんですけれども、アルコールをね、含む商品となっております。清涼飲料水の扱いにはなるんですけれども、アルコールアレルギーを持っているっていう方であったり、アルコールに敏感なお客様、または妊娠中であったり、授乳中の方、こう運転する前とかのね、タイミングで飲まれる方は控えていただければと思います。奥様に飲ませるっていう親御さんもおられるかと思います。その際はね、こう摂取量であったり摂取方法をご注意してあげてください。
まあ、実際ね、こう甘酒のねプロテインってどうなのと思っている方も多いかと思います。ただね、一度でもあのビギレジェンのプロテインを飲んでいただいていて、ビギレジェンのプロテインのね美味しさを知っていただいている方には分かっていただけると思います。美味しいプロテインはビギレジェンドっていうねイメージに恥じない甘酒のねプロテインに仕上がっております。少しでも気になっているっていうお客様は騙されたと思って一度ぜひお試しください。それではね、また次の動画でねお会いいたしましょう。さよなら。